皆さん、最近歩いてますか？散歩っていいですよ。さあ、散歩に出かけましょう。今日のちい散歩は東京から離れて長野県に来ています。ここは今私が立っているのは長野駅の前です。長野市といえば、まあ、皆さんご存知の善光寺です。牛に惹かれて善光寺という言葉があると思うんですが、今日は私がですね、この20人ぐらいのスタッフを導いてあげて善光寺に行ってみたいと思いますが、駅の前は他の都市とは変わりないビルの、大きなビルがたくさんあります。こっちから行ってみましょうか。この番組はテレビショッピングのハピネスクラブ、自然の恵みをお届けします、世田谷自然食品がお送りします。今日は長野市をお散歩、善光寺を目指すということですが、あら、ちいさん、一体どこを歩いているんですか？つい見入ってしまうな。今日は善光寺に来たのに。長野でも様々な年代の方と素敵な出会いが。どこに行っても自然体のちいさん、今回もかなりモテモテです。おじさん大好きですよ、そういう感じ。私も好きです。ありがとうございます。東京とはまた違った魅力にちいさんついつい寄り道ばかり。でもそれが散歩の楽しみですものね。さあ、今日も散歩に出かけましょう。